でもあれいつできるんですかスタジアム、まあ、2024年にスタジアムができます長崎市、いやそういう意味じゃそれも多分合理的じゃないんですよね。ここに700億かけるっていうのって普通の感覚だと絶対ないことなので、まあでもいやこれはすごいっすやっぱりこれ地域創生の意味合いもやっぱり大きくあるわけですよね。そうですね、長崎がこれで民間投資で地域創生成功したら日本中の地域創生が広がる感じがするので、なんかすごく意義があるなっていう感じですね、いやこれね俺すごいあの全然合理的じゃないとは思ってないので。あ本当ですか。これに関して言うと、結構 J リーグ全体がもったいないことが多いじゃないですか。なんかそうなんですよ。スタジアムにしても運営にしても、J リーグは、その今 の, そのコロナのごたごたはとりあえず除いて考えると、まあ、もしかしたらそれも影響するかもしれないんだけど、ヨーロッパが結構これをきっかけにガタガタになってくると思っていて、僕は、ヨーロッパのサッカーリーグが、だからそれがアジアシフトの多分これきっかけになるんだろうなと思っていて、でアジアにどんどん選手とかお金がシフトしていくと、絶対 J リーグがナンバーワンになるはずなんで、全ての要素を兼ね備えているというか、一番になる要素が一番大きいんで、選手にも人気ありますもんね日本は。本当そうなんですよね。そうだからそのトッププレイヤーの、特にそのベテランになった有名なプレイヤーは家族がいて子供がいてってなると、環境的にやっぱり日本を選びたいよね、アジアだったら、アジアでどこが一番いいって言ったら日本ってなる可能性がすごく高いから、いわゆる金銭面の条件以外のところの、まあ、プラスアルファが、アドバンテージがすごくあるっていうし、しかもアジアでやっぱり一番歴史のあるリーグなんで、とは言ってももう30年近くやってますからね、それはすごいなと思って、だから僕あれですよ、チーム作りましたから。あそうですよね、東京都、東京都4部、4部リーグ、J1 は何年後とか目指してるんですか。10年後とかですかね。10年だから逆に言うと10年間楽しめるっていう、確かにそう、10年間じっくり楽しめる。昇格が一番楽しい瞬間ですからね。そう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 、昇格昇格昇格で、あの行って、J1 とかに上がったらもう大喜びです、楽しいですね。そう、それを一から作り上げていくのが楽しいですよね。うちの僕はバスケも今度来年9月から B リーグチーム立ち上げ発表したので、来年9月から B3 からスタートするんですけど、それも今から同じです、昇格を楽しむ、そう、そういうのがね面白いんですよ、それを作り上げていくっていうのが面白くて、意外と僕そのサッカーって人口ある程度少なくても成立する、エンタメ的には成立するんで、あのいいと思いますよ。そうドイツなんか本当8万人ぐらいの都市で3万人のスタジアム毎回満員とか全然ありますよね。そう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 。これホテルも併設する形になるんですか。そうです、あのまあ横270室ぐらい作って、で結構 VIP ルームずらっと30室ぐらい作るんですけど、そこが試合の時は VIP ルームなんですけど、ベッドがこう降りてくるような作りを考えてて、残りの300日はホテルとして使おうっていう、稼働上げようっていう感じですね。なるほどね、はい、VIP ルームをホテルにするのいいですね、はい、意外とないんですよ世界中見たんですけど、こういうコンセプトのスタジオもほとんどなくて、そうですね、今旅行の部分にも、結構力を入れてらっしゃる、ということなんですけれども、ぜひそこのお話もお伺いしたいんですけど、これも旅行も国内クルーズに絞ってるんですけど、横浜発着で10日間で日本一周回ってくるっていうのを、まあ、30万円ぐらいで食べ放題飲み放題の船があるんです、でそれがイタリアの 船会社さんと組んでいて、4000人ぐらい乗れるんですけど、それを今年もう年間8周とか10周とかチャーターしてきて、もう1回チャーターで何億っていう交渉をやって、もう行き先から中の食べ物から添乗員から全部自社のメンバーでやるっていう商品が3年前ぐらいからやって、実は今年は100億分ぐらいも売り上げが立ってたんですけど、このコロナで全部キャンセルになって、はい、まあ、もう一回再開したらやろうと思ってるんですけど、もうこの船の中全部ジャパネットのお客さんって感じです。なるほどね、すげえ、すごいですね。これもう港に入って町、その町を楽しんでまた船に乗って回っていく周遊ですよね。だから町に降りてそこで無料のシャトルバスを100台用意するとかも全部自分たちでやるので、こうとにかく乗ってる人が困ってたらもう全部手を打とうっていう感じですね、でまず船に乗ったらあのカタログも自社で作るので、
あの今から回る港の紹介のルルブみたいなカタログを全部自前で作ってるんですよ、はい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 、そうすると行き先ごとにページめくるとこう行き先がまあ分かるようになるみたいな、そういうことを細かく細かくやってる感じです。すげえ、すごいおもてなしですね。面白いです、すごい面白いです。これあどう復活するんですか。いや、やろうと思ってます、あのコロナが落ち着いたら、本当に好評だったので、船乗って降りる方が 8% ぐらい翌年の分申し込んで降りられるんですよ。だからすごく皆さんの満足度が高いのでやろうかなと思ってます。多分めちゃくちゃマッチしてますよね、顧客層に。コンサート会場って1600人ぐらいの会場があるんですけど、予告なしにここにあのミュージシャンの方呼んで突然無料コンサートやるんですよ。そうすると買った時にはそんなこと期待してなかったのに、はい、突然ここで綾戸知恵さんが歌うとか、はい、コロッケさんがショーをやるとかいうのをサプライズでやるんですけど、ね、そういうのがすごく好評です。なんかジャパネット高田のファンみたいな人なんかみたいな感じですよね、経済圏というか。あでもそういうありがたいですね。なので僕たまに乗るとこう皆さん声かけてもそこでは結構知ってもらえてる感じです。皆さんジャパネットのお客様なので。だから4000人とかで貸し切っちゃうんですよね。そうです。いやでもクルーズ事業ってそんな行くんすね。いや地域が喜んでくれますよ。4000人日本人が降りて1日回遊するっていうので平均1万円ちょっと使われるらしいんですよ、その地域で。だからもう長寿地帯の方がこう船が着いたら花火上げてくれたりとか、ようこそってそれでまた来年もその寄港地に来てほしいっていう感じで言っていただけるので、まあ、やってて楽しいですけどね。うん、もうそれも本当そのジャパネットで商品を買った人があのよくカタログが来るようになって、その流れからそういう情報が入ってくるっていう、もうまさにそういうサイクルなんですよね。船乗った時にもうジャパネットのお客さんであるのが分かってるんで、もう共通のテーマが1個あるんですよね。なるほど。そこで一気に友達ができるんですよ、船の中で。コミュニティみたいになって、そうで全国に友達できて、何買った私これ買ったよとかっていう感じで言っていただいて、でまた来年会おうよって言ってまた翌年来てもらうっていう感じです。こういうのでも復活するんですかね、本当にね。一応イタリアではもう船あのクルーズは再開してるらしいんですけど、ただ僕は日本はちょっとやっぱもうちょっとかかるかなというのは思ってますけど。大丈夫だったんですか、食らったりしなかったんですか。うちはちょうど 1,2 月はやってなかったので、もう5月分からを全部キャンセルにしたぐらいですね。ちょっとダメージはありましたけどね、やっぱり、あの100億分注文立てたのが全部なくなる話なので、うん、ああまあ確かにね、はい、予算がね、うん、お父様について先ほど堀江さんも怒られたとおっしゃってましたけどもあの経営に関してそのお父様との考え方が、同じところもしくは違うところ、ってどういう感じなんでしょうか。あでもやっぱりこう、うん、なんかちゃんと正しいこととかお客さんのためになることをやろうっていう大前提はもう父の影響で、僕もそこだけはブレたらジャパネットじゃないと思ってるので、そこは変わらないと思いますけど、アプローチは結構違うかもしれないです。会社の形が増えてるのもそうですけど、父はどっちかというと創業者で引っ張っていくタイプで、僕はもう役員を増やして部長を増やしてみんなでやる分のこう道を作る感じなので、まあ結構人事制度とかも大幅にこの6年で変わってますし、ここはまあ目指すところは一緒でアプローチが違うっていう感じではありますね。本当ニュースピックスのインタビューでもお父様とは経営の話をほとんどされないっていうようなことしないですね。もう今は相談すると答えが返ってくるんで、はい、一回も相談してないです一回も相談してないですか。してない。なるほど。じゃ逆にあの向こうからアドバイスというか中あったりするんですか。そうですね、まあ、家でご飯食べてたりするとあの、はい、言ってくれることはありますけど、お前本当相談せんねって言われたことあります。いいですね。今あれでしたね、ホールディングスの中の事業によってはお父様が見てるものもあったりする感じですか。いやもうないんです。サッカーを1年半見てもらったんですけど、今はもう離れてます。じゃあもう完全にもそこはもう事業、そうですね、会長としても残らないのって聞いたら、いや残らないって言って、もう6年前に本当突然全く離れました。何やってんですか。何でしょうね、まあ、講演活動をいっぱい声掛けいただいてやってたんですけど、今はもうコロナなので外も出れないんで、たまにスタジオ来てテレビ MC にアドバイスしたりはしてくれてますけど、どうですかね、まだ72なんでまだ元気なんですけどね。めちゃくちゃ元気です。いやパワフルですよ、僕より全然パワフルだし、まあ、やっぱ情に深い人なんで、やっぱそういうサッカーの現場とか行くとファンの人とすごく交流したりしてますね。
てたしてた。こういう。そうですね。こういう。行ったからね、諫早まで。そうですか。そうです。で逆にこう反対されることなどってあったりするんですかね。いや、まあでもやっぱ新しいことやろうとすると、うんまあ、ちょっとやりすぎじゃないとかは、うん、ご飯の時ボソッと言われたりしますけど、うん、まあ、うん、僕も思ったらやる方なのでもうそこは分かってるから、うん、わざわざ言わない感じですね、うん、ちょっとスタジアムの時はちょっとやりすぎじゃないのって言われましたけどでもやっていく中では面白そうだねって応援してくれてます、ね、確かにこのスケールでかいですね。このお父様がサプライズであのディナーショー出たらすごい盛り上がりそうじゃないですか。なんかそれ やってますたまにやってます、ね、ディナーショーじゃないですけど、はい、その佐世保に来た時に父がお出迎えしてくれる、はい、すごい喜んでもらったすごい盛り上がりですよねそこまで行くとみんな知ってるもんね。みんな知ってますもんね、うん、本当どんな著名人より知ってるかもしれないですよね。本当そうあれね、うん、すごい違う形での露出でしたよ ね、本当に、あのね多分今までにない露出方法でしたね、うんはい、すごいよ。そうですね、俺の露出方法と違うでしょ。まあ、堀江さんもなかなかない露出方法だったなかなかない露出方法だったけどなんでそれと総壁あれですよね本当違うところから登った、まあ、有名経営者っていうことすごいよねあれは、はいうん、はい。ということでそろそろお時間なんですけど高田さんいかがだったでしょうか。いやちょっとねみんなドキドキしてましたけどでも楽しかったです。あの全然ちゃんとお話もねいろいろさせていただいて、はい、まあ普通に楽しかったです、はい、普段はあんまりお仕事の話とかされないですもんね。でも、まあ、な雑談でいろん なんか、ね、話はさせていただいてますけど、ね、和牛マフィアにちょっと最近行けてないんで行ける美味しいですよね、はい、正常営業してますので、ね、フラットフラット現れられる、はい、ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。